イメラジオ第6306回、今日は令和6年5月7日火曜日です。時刻は午前9時、横浜港北は曇り、少し雨も降っていますね。鮮やかな緑の季節となりましたが、今日は曇っています。このまま雨になるかもしれませんね。さて、さつきの頃、今回は水島悟と及川幸久パート2お話しいたします。チャンネルさくらですね。最近及川さんはさくらにお出になって、水島社長とお話しされていることが多く、その内容は国際政治から宗教に至るまで様々で、水島さんとしても話しやすいお相手ということで起用が多くなっています。で、今回もその及川さんがさくらにお出になって、で水島さんと何か、トークという感じのお話をされていますね。で、そのトークの中で及川さんが本を出すぞという、そういうお話をされています。また出ればこのイメラジオでもご紹介いたしましょう。で、その本について水島さんが、やっぱり本っていいよね、自分水島も Kindle で読む場合はあるけれど、やっぱりこうページをめくっていくっていう、その本の魅力って消えないよねという、そういうことを水島さんがおっしゃっていて、でゲストの及川さんも、そういうこともあって本を出してるんだ、自分及川もね、そして若い人に読んでほしい、そういうお話。また水島社長を続けて、例えばロシアだと、その地下鉄に乗っていても人はみんな本読んでる。ところが日本の東京都地下鉄だと、もうみんなスマホいじってる。この違いは何だ。で、それに対して及川さんも、なんかロシア、モスクワに行かれたことがあって、自分も同じ光景を目にしましたよとのこと。とはいえ、このお二人のこの読書談義、そして本の重要性についてのトーク、夢ラジオとしてはですね、おっしゃることはお二人、その通りなんですが、多分たとえそうでも、もう活字離れはもう押しとどめられないし、そして本はこれからも衰退の一途をたどるだろう、誰が何をやったって、と私は個人的に思っております。及川さんはその書店がもう半分ぐらいに今減ってる、日本の書店が半分以下かな。で、その書店を応援したい。自分の本も置いてほしい。もし自分の本を置いてくれて、そこでこの自分の本をプロモートしてくれるんだったら、自分及川もそこの本屋さんに行ってサイン会をしたり、講演会をしたり、そういうことをやりますよ、と、書店へのこうエールを送ってるわけですね、及川さんなりに。とはいえ、何度も言いますが、夢ラジオでは多分もう活字離れは止まらんだろう。で、実際この YouTube チャンネル夢ラジオというのを、結局そういう、もう字が読めないと、本なんかもう無理だと、ドストエフスキーの罪と罰、本で読むなんかもうできない。それは高齢者が
もう目が遠くなってできないっていうだけでなく、若者も無理なんですよ。日々若い子と接してますけど、彼らも本なんかもう読めてない。日本語の本でも、あ、ましてや英語の本なんか無理ですよ。全然読めませんよ、英語の本なんか。手に取ったこともないんじゃないかな。日本語の本すら、もうさっきのドストエフスキーでもいいですよ。サルトルのね、あの、オートでも壁でも読めるわけない。最初の1ページの半分ぐらいで頭痛くなるはずです。そういう風になっちゃってるわけですね。もう、老いも若きも。で、それをね、例えば総白痴化とか、日本人の堕落とか、言ってしまうのは簡単ですけど、堕落してるんならそれならそれで、じゃあそういう方々にも、サルトルを、あるいはドストエフスキーを、あるいは三島由紀夫を、紹介する手立てはあるよね。そうです。音声ですよ。ラジオじゃないですか。しかもそのまま喋ってるんだとどうせ眠くなる。2分も聞いてられない。ドラマ形式にするんですよ。でしょ？物語としてお話しするんです。というわけで、なんか手前味噌みたいなこと言ってますが、イメラジオがもうチャンネル開設からラジオに特化するっていうのは、寝転がって哲学の話を聞いてください。寝落ちでいいから歴史のお話聞きながら寝てくださいという、そういうコンセプトなんですよ。これ今更だからイメラジオって。本買うお金いりませんよ。書店行くお金、あの、手間いりませんよ。もちろんね、あの、水島及川の漁師がおっしゃるように、かつては我々も書店に行ったわけですから、そこでいろいろね、本を選ぶ楽しみ、あるいは図書館に行って、ドバーッと借りてきて、それを片っ端から、あの、破っていく楽しみ、ね、読んで破る、読破していく楽しみ、あの、本当にページ破るわけじゃないですよ。それは王道ですよ。私もそれは十分に経験しておりますが、無理です。今の子にそんなこと言ったら、なんか変なこと言ってらーって言うんで、もう聞いてるとうざいから、もう聞くのやめるっていうふうに言われるに決まってるので、あ、それなら君にもね、本の嫌いな、活字の読めない、漢字もあやふやな君にだって、まあちょっと時間ができた時に寝転がって聞けるような、そういう世界の名作はどうだい？夢ラジオですよ。本はあの、もうタンジブルな、手で触れるような、そういう物質であるという点でね、お二人には申し訳ないんだけど、価値はもう高くないと私は見てるんですよ。本当にこの世の中で価値のあるものって、触れないもの、目に見えないものですよ。星の王子様っていうお話があってね、これサン・デ・グジュペリってフランスの作家が書いた作品でね、この人飛行機乗りだったんですよ。郵便配達夫、飛行機でね、このサン・デ・グジュペリの星の王子様って、まあ、結構有名なんですけど、あのル・プティ・プランスっていうフランス語のね、でその中でね、レッソンシエル・セ・アンビジブル・ポレジューっていう、こういう言葉があるんですよ。フランス語ですよ。レッソンシエル・セ・アンビジブル・ポレジュー。星の王子様に向かって、あの、キツネが喋る、そういうお話なんですけど、まあ、大事なことは目には見えないっていう、そういう言葉なのね。で、この一句のために、ね、大事なものってインビジブル、目には見えないよっていう、この一句のためにあの作品はあるんだろうなと私は見ております。というわけで、あの、ロシアのね、人々がいまだその本を読んでる、日本読んでないと、
これが精神性の違いだと言いたくなっちゃいますけど、別にそれはロシア人がね、魂を大事にしてるとか、大地を大事にしてるとか、精神を大事にしてるっていう意味では全然なく、おそらくロシアの民生テクノロジーが発達してないからああなだけであって、もしロシアにそういう、まあ、スマートフォン、インターネットを含め民生テクノロジーがもっとドーンと入っていったら、もうロシア人だって途端に本を捨てて、あのスマホに変わっていくと思いますよ。これはもう魂の肯定とは関係がないような、そんなお話かなと私は思っております。今回は水島及川お二人のお話をご紹介するという、そういう内容なのに、なんかまるで法を批判するようだ、そういう内容になってしまいました。もちろん付け加えておくと、私自身はね、このようにいろんな哲学の世界、歴史の世界、あるいは文学の世界をご紹介するとき、私はもちろん本経由で読んでおります。まさかスマートフォンで集めたりはしていないというか、そんなことできないでしょ。ハイデガーをどうやってスマホで集めるんですか。あるいはドストエフスキーもサルトルも三島由紀夫だって川端康成だって本からです。ですから、まあその本からっていうのは王道なんだなっていうことは、まあ、重々知ってるつもりではあるんですが、現実的に無理よと。しかもこれイーリバーシブルで止められませんよと、不可逆ですよと、この傾向はどんどん続きますよ。だったらその結局本だってミディアム、媒体なわけでね、結局は。で、中身が大事じゃないですか。それをスマホで読もうが、あるいは音で聞こうが、誰かの物語で聞こうが、活字を追おうが一緒じゃないですか。そのラスコー・リリコフの苦悩っていうのに接する場合だったら、手っ取り早い方で行こうよと、そういうことですね。私は夢ラジオのこのスタイルでこれからもやっていこうと思っております。